松田流電撃タンメン今から始めるよ。うわあ、もうやめろよ姉ちゃん。お、マスターズ通信からって、お、ああ無理無理、松田流がこれやっても人来ねえから。こういう風に強いやつに勝ったりして有名になればいけるかもしれねえけどさ。なるほど、あんたドキドキ冴えてるね。じゃあちょっと行ってくる。え？どっかに強そうなのは、お、ネクス腹ペコだぜ。あんた強いでしょ、私と勝負しない？なあ、今腹ペコでそれどころじゃ。勝負してくれたらごちそうしてあげるって。マジか。フフフ、見てね、おしゅっかい、いくぞ、一丁上がり、うめえ、食わせてもらって助かったぜ。私もお腹空いてたしね。ところであんた、他に強い人知らない？ねえ、ああ、とにかくめちゃくちゃで、すんげえおっかなくって、格闘って聞くだけで目の色が変わるやつなら。おお、いいじゃんいいじゃん。なんて名前の人？はあ、神月かりん。ありがとう。じゃあ行ってくる。え、おい、飯代は？じゃあ、あなたは？ララ松田。松田流の後継者ってやつ。神月かりんであんだ。ええ、めちゃくちゃ強いんだって。私今さ、松田流を広めるために強いやつと勝負したいんだ。一発どう？大変興味深いですわね。いいでしょう。やったね。予想外の動きの数々、面白い方ですわね。でしょでしょ。ま、あんたもすぐに見切ってきてたけど。それでさ、あんたの知り合いで強いやつがいたら紹介してほしいんだけど。あの方なら。確かにすっごくワクワクするね。うん、私はララ松田、あんたと戦いに来たの。俺と戦うために？そうそう、まあ細かい理由なんてどうでもいいよ。あんたとの戦い面白そうだしね。わかった、そう来なくちゃ。くらえ！
なの？気合入った時に出てたでしょ？ゴゴゴーって感じの、ちょっと変な金みたいなもの。殺意の波動のことか。おお、シャレた名前。私あれ好きだな、スリルいっぱいで。好きか。じゃあ私は行くね。またね、リュウ。最近いろんな相手と戦ってさ、すっごい気分いいの。世界には面白いやつがじゃんじゃんいるんだね。うん、その通りだ。そして多くの相手とぶつかり合うことで筋肉をバランスよく鍛えることができる。このようにな。じゃあ始めよっか。新人発掘格闘大会のチケットだ。なにそれ、楽しそう。ありがとう。じゃあ早速行ってみるね。チャオ。お、また会おう。はぁ、姉ちゃん一体どこまで行ってんだよ。